A.J. バーネット、チャック・フィンリー、ザック、グレイン・キー、クレイグ・キンブレルは、複数回記録、オーバル・オーバー・オールは唯一ワールドシリーズで記録。1イニング最多奪三振を記録した、メジャーリーグ・ベースボール選手一覧野球では、投手が3つストライクを取ると打者はアウトになる。メジャーリーグの公式規則6.05と6.09では3つ目のストライクを保守が補給できず、 かつ一塁に走者がいない、もしくは二アウトの時打者は、進塁を試みることができる。これを振り逃げという。記録上は三振であり、守備側は、バッターランナーをアウトにするには、フォースプレーか食玉をしなければならない。このように投手は1イニング4以上の脱三振を記録することが可能である。このルールの下、二2017年までに81人が1イニング4脱三振を記録している。 一番最近の事例としては2017年8月13日のアリゾナダイヤモンドバックスのザック・ゴドリーが記録している。チャック・フィンリー、AJ ・バーネット、ザック、クレイン・キー、クレイグ・キンブレルの4人は複数回記録している。最初に記録されたのは1888年10月4日、ニューヨーク・ジャイアンツのエド・クレーンによるシカゴ・ホワイト・ストッキングスとの一戦でのことである。 81人のうち61人が右投げ、20人が左投げ、23人は球団移籍経験がない。ボブ・ギブソン、ウォルター・ジョンソン、フィルニー・クロの3人は3000奪三振クラブ入りを果たしている。チャック・フィンリーは唯一の生涯3度、1シーズン2度記録した選手。ピート・リッチャーはメジャーデビュー戦で記録した唯一の選手。オーバル・オーバー・オールは ワールドシリーズで記録した唯一の選手。アメリカ野球殿堂入り資格を有した26人のうち4人が選出。2人は1回目の投票で選出された。殿堂入り資格があるのは最低10シーズンプレー引退後5年経過か死亡後6ヶ月経過である。この要件を満たしているのは26人の現役選手、過去5年間プレーした4人。 プレイ期間10シーズン未満の14人である。今まで1イニング後脱三振以上は記録されたことはない。ありがとうございます。